見てくださいよこれ、私105系をこういう風に使うの初めて見たんですけど、これ普通なんですかね。105系で3両編成を組んでるんですけど、こっちは顔じゃないんですよ。こっち側にだけ、手前側の車両にだけね顔がついてる、こういう使い方もあるんですね。ここは6番乗り場か。今下関からやってきた、まだ最終ではありませんが、山陽本線の普通列車105系で到着した。この駅は山口県山陽小野田市朝駅です。暑くて狭いという、なんとも矛盾したような字ですね。でもそれよりね、こっちの小野田にどうしてもこれに目がいっちゃうわ。昔はそんなことなかったんですけどね。で、明日は峰線というのに乗るんですね。あそこにも峰線の電車じゃないな、ディーゼルカーが止まってるんですけど、これね、キハ120ってやつね、これに乗るんですけど、まあ、だからそれに乗るためにこの朝駅に、今日のうちに来といた方がいいだろうと思って来たわけです。で、朝は新幹線も来るような重要な駅なので、まあ、昔は新幹線は止まらなかったんですが、止まるように JR になってからかな、作り変えられたんですね。まあ、新幹線は今の時間運転があったかな。で、その新幹線がね、 JR になってから作られたということで、これもニュー新幹線、国鉄の0系ではない100系新幹線のピクトグラムになっています。ここにね、 ASA って書いてあるのが見えますけど、朝駅という看板がもう暗くてよく見えなくなっていますが、これが朝駅舎です。ちょっとこれ悪意ある表現かもしれないですけどね、朝駅のメインの玄関は確かにこっちなんですが、これは一応在来線側の駅舎ということになっておりますけれど、まあちょっとなんていうか、こう新幹線が来る駅舎には見えないですね。まあ、これはね、朝駅の魅力の一つでもあるんですけれど、新幹線が来るようになったのは、私JR になってすぐかと思いましたが、1999年のことだそうで、割と最近ですね。山陽新幹線の中では最も新しい駅であり、また山陽新幹線と山陽本線が連絡をしている駅では、最もその中で利用客が少ない駅なんだそうです。まあ、つまり山陽本線と連絡しない駅というのは、例えば新岩国とかね、新尾道とか、なんかそういう類の連絡してない駅ありますよね。まあ、そういったものを除くと朝駅が一番少ないということです。で、ちなみにこの駅はですね、これまで、これもまた調べたことなんですけど、光号とかが止まったことは今までの歴史上で全くないそうです。臨時列車では止まったことが1回ぐらいなんかあるらしいんですけど、まあ、基本的に小玉号しか止まらない駅ということです。これがその朝駅の前の様子です。まあ、これが朝駅の表玄関ですけどね、およそ新幹線駅の正面とはまあ思いがたいわけですが、まあ、しかしですね、一応朝の名誉のために言っておこうと思いますけど、朝駅に来る前にですね、まあ、今日ちょっと九州で会った人とね、今日は朝行くんですよねみたいなこと言ったら、お前朝駅前なんて何もねえぞみたいなこと言われて、まあ確かに私も正直朝駅前に何かあるというイメージは全くなかったんですけど、思った以上にやっぱり新幹線駅に必要なものは、整ってるんだなって感じがしましたね。それからちょっとね、暗くて見えないかもしれませんけど、駅レンタカーとかね、レンタカーとか、それからあとはこっち側ですが、緑の窓口も22時45分までの営業で、駅員さんもちゃんといらっしゃいます。で、それからその左側、これはセブンイレブンですが、つまり元キオスクだったんでしょうね。売店もちゃんと営業しています。今はやってませんよ、閉まってますけど。ちゃんとね、駅に必要な機能は全部揃ってるな。しかも朝駅のホームはさっき見ていただいたようになかなか立派ですからね。ただまあ、しょぼいなと思うのはこの辺ですかね。やっぱこれ見るとちょっとしょぼいなって思っちゃいますね。しょうがないことですけど、まあ、朝駅に関しては私がよくあちこちで聞くほどにまで別にそんな何にもないって感じじゃないですね。普通に必要なものは何でも揃ってます。まあ、確か新幹線の来る駅としてみたらばちょっと規模は小さいかなっていうような気はしますけど、そんなね、悪く言うようなとこじゃないと思いますよ。聞こえますかね、暴走族みたいなのやってる人がいますね。ブン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 。忙しくて大変そうですね。サムネイルにもしかしたら使ったかもしれないですけどね、これね、ギフトショップなんとかとか書いてありますが、この店の並びがとっても雰囲気がいいなと思いました。使わせていただきましたけど、そのすぐ脇にあるこれ、エクストールインってすごい綺麗ですね。新しいホテルでしょう。エクストールイン山陽小野田という名前のホテルです。この朝ではなくて、この市の名前を取って山陽小野田市なんですね。その方が確かに分かりやすいかもしれないわ。出張で来た人、上の人とかも泊まるんじゃないですか。このホテルなんですよ、めちゃくちゃいいですよ。ちょっと待ってくださいね。まず、ちょっと電気つけますけど、まず宿泊料金5800円なんですけど、それに対して、なんという安さって感じなんですけどね。安さってか、うわ、すごいな。広い。新しいですね、綺麗ですよ。
あ、もう昨日夜行バスとか乗ってもうクタクタなんですけど、あ、とりあえずもう少し頑張るが、こんなにいいホテルだったらもっと早く入るべきだったな。今の時刻17時22分ですが、今ね9階の平列車をちょうど山陽本線が走ってるのが見えるな。こんな感じですね、山陽本線の貨物列車ですけど、あ、これが朝駅の前景か。これをサムネイルにしようかな、ちょっといろいろ考えてますけどね。まあ、テレビが、大きいテレビとこの綺麗なのがあって、それからこのホテルは大浴場があり、朝食は無料で、あとなんか漫画本の貸し出しとかやってるって言ってたな。それで5800円ですよ。大浴場とかについて5800円すごいな。それからあとこれね、こういう風にこう差し込むやつあるわけですけど、これはこう部屋の明かりの元の電源なわけですね。鍵をこうやって差し込むと照明がつくっていうのはよくあるんですけど、これなんかちょっと違うんですよね。まあ、一回引っ越すと消えますけど、ここにこういう照明タブレットっていうのがあって、これを差し込んでもこれでも電気がつくんですよ。でこれちょっと おかしいんじゃないかなと、照明がおかしいんじゃないかって文句言ってんじゃないんですけど、これがね、本来であれば多分鍵をなくしたりとか、こう部屋にいないのに電気がついてってのはもったいないから、そのために鍵をここに差し込ませるんだと思うんですよ。で鍵を持って外に出たらば部屋の電気もつかなくなるということで、節約をするためのこういうものなんだと私は思うんですけど、でも、ま、なのにこれの専用タブレットがあってね、これを中に入れるだけで、照明がつくんですよ。だから元電源という意味はあるんだけども、結局私がこの鍵を持って外に出たらこの部屋の電気つきっぱなしなわけじゃないですか。なんかこう妙に親切だよなと思いますね。風呂はどうですかね。あ、まあ風呂は普通だわ。別にどうということはないけど、あ、ちなみにアメニティが少ないと感じられるかもしれません。まあ、あれですね、こういうところでよくあるやつですけど、アメニティはこう自分のフロントのところで必要なものを持っていくというスタイルです。もうあと足が痛いな。あとは、受付の人が親切だったということと、毎月抽選で5名様に無料宿泊券をプレゼント。そうか、電話対応、まあネット予約だったんで満足ですね。じゃらんネットで予約しました。ちょっと待ってね、ご到着時のチェックイン対応も満足したね。明るい笑顔と大きな、こう、まあ夜だったんで大きな声じゃなかったですけど、まあ適切な声と明るい笑顔でしたよ。はい、清掃清潔さは、いかがでしたか。大変満足。これただぐるぐる丸つけてるわけではないんですけどね。朝食はまたにしましょう。またおこ、あ、もうこれははいですね。これおすすめだわ。おすすめの飲食店などは、まあ、行ってないんだけど、この場所まあちょっとまだ何とも言えないんですけど、アンケートをもとに会議を行っております。名前連絡先とか書いておくか。どっか自由記述欄ないのか。あった、裏面に自由記入欄もございますってことだな。意見の回答は不要。無料宿泊券は欲しいですね。意見、なんて書くか。これは難しい問題ですよ。価格が安すぎる。これでいいか。もうちょっとなんかひねりの効いたこと書けてもよかったかなっていうような気がするんですけどね。ちょっとレベル低いかな。まあいいでしょ。これ全部本当にそうだったの。本当に大変満足でしたって書いてます。朝食はまだ分かりませんけどね。まあこれもしかしたら朝食が大変残念で75点とかになるかもしれないですから、まあこれはまだつけないでおきましょうね。部屋番号は906。私と同じ部屋に泊まりたいという人はこれを覚えておいてくださいね。で906をこのホテルにリクエストすればいいですね。宿泊日は今日は5月の何日だっけ、22日か。まあ、ちょっと住所とかは私が書けませんからね、画面の中では。ここは本当素晴らしいんでね。私もうちょっと足痛いし、いつも大浴場とか行かないんですよね。これあってももう道民とかも全然大浴場なんか使わないんですけど、ここは素晴らしいんで、ちょっと風呂行ってこよう。深夜1時ぐらいまで入れるとか言ってたな。それ風呂のことだったかな。なんか漫画本コーナーがあるって言ってたから、多分絶対この昨日聞いてるホテルならね、水飲みもタダでありますよ。水飲みがあるっておかしいか。部屋出ようとしたらこれまた気が利いてるな。多分なんでしょうね、連泊する人が室内清掃するときに、早めに帰ってくる人が清掃と勝ち合わないように、早く帰ってくる人は時間調整しますねってことを書いてある。これもすごいな。休んでね、今帰ってきたんですけど、風呂もまたいい風呂だったんですよね、これがね。まあ、さすがに温泉じゃないですけど、まあ、温泉みたいな雰囲気で露天風呂まであったんですよ。で、水ただで飲めるとかあるんだろうなと思ったらね、水じゃなくてね、麦茶でしたよ、麦茶ね。それから、あと私の貸し切りで、綺麗でしたね。カメラ持って写真撮りたかったですけど、さすがにちょっと
とここは勝手に取るわけいかんなと思ってね、それは取りませんでしたが、まあ、全てにおいてよかったな。何の音だ。ああびっくりした、電車が入ってきたのか。びっくりするよ。まだこの時間でもあるんですね。今23時、12時になったところか。あ、そうそう、あれが朝駅の最終電車だわ。うん、 Wi-Fi もまあ悪くないスピードですね。このぐらいのスピードだったら大丈夫だ、役に立ちます。で、ホテルも泊まりました。これが翌朝の朝駅周辺の様子です。ホテルもとっても良かったです。ちょっと急いでるんでこれで終わり。どうもありがとうございました。